千本ノック高速トレーニング講座、講座説明。動画の視聴ありがとうございます。私、レイクス専任講師根本と申します。ここでは私は直前期に開講する千本ノック講座について説明をします。こちらどういう講座かというと、もう端的に言うと、この一行につきます。超基本論点だけをひたすら解いていくという講座です。 具体的には、講座のレジュメはこのような付け、えー、付きになっています。左側には、複数回出た、もしくは出る可能性のある問題。そして右の方には、その問題についての答え、解説、根拠。この解説も、一般的な合格像の解説を、できるだけ省力化、新作しているも、しています。 こういった超基本論点だけをひたすら解くそれによって超基本論点のエラーを防ぐそしてスピードを上げていくこれを狙っています具体的にはどういうふうな講座なのかというと1回15分。 練習してもらって解説をするというスタンスをとってます。具体的には、こちらのページを出すときに、じゃあ今からこれをやってください。どうぞと、と言って解いてもらう。で、解いてる時間、実は10秒、20秒にしてますので、WebDVD を止めておいてください。で、その後、私の方が、このレジュメを画面に出しながら、ポイントになるところに色をつけたりとか、また、こういった絵を描いたりだとか、 というこををししてて理解を促していきます直前期だからこそ演習解説の方が頭に残りやすいまた直前期だからこそ1回15分と短い時間にしていますはいそしてこの講座が終わったら 今回のレジュメ、まあ超高速回転レジュメをとにかく回していってください。このレジュメというのは、本当に2回以上出るもの、出たことがあるもの、可能性があるものだけに絞ってます。民法、不動産、会社商業登記で、だいたい民法、不動、民法で60ページちょっと、問題だけで、ね、ちょっと後ろにレジュメがついてるんですけど、不動産でも60ページちょっと、会社商業登記で60ページちょっと、両方合わせて、ね、の問題数にしてます。それぞれちょっと後ろに、 別途図表とかつけてますけどね、問題だけでいうと60ページちょっとにしてます。で、初めのうちは少し時間かかるかもしれません。ですが、慣れてくれば、1科目2、3時間で超基本論点の確認ができます。こちらのレジュメ、これが 1, 1科目2、3時間できる。 一週間で絶対一回は回す。そうすると主要科目の超重要論点は全部確認した上で、もし通れに臨みます。普段の自分の勉強はじっくりじっくりやっていく。で、超基本論点はこれで荒くやっていくと。それを実現できるようにしたのが今回の私の講座になります。もしご興味があれば、こちらの方体験してみてください。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。